はい、皆様こんにちは。ハラリーチャンネルへようこそ。はい、本日は夜夏で有原龍太と安田真由ちゃんことウニちゃんですね、今回初めて出ていただくということで自己紹介をしていただきたいんですけども、気になりますよね。こうめちゃくちゃ可愛いでしょ、ウニちゃん。結構最近関東とかイベントやってますよね。はい、誕生日を5月4日に迎えまして、はいはい、20歳になってます。おー、すごい。それの誕生日のイベントでしたり、はい、呼んでいただいております。ありがとうございます。20歳か、すごい。20歳、はい、めちゃくちゃ若い。ダーツ歴は何年なんですか？2年半ぐらいですね。2年半。ちょうど私がダーツ始めた直後ぐらいに、うん、はいはい、コロナウイルスが流行ってしまって、ああ、外出禁止とかもいろいろあって投げれない期間があったんですけど。家で投げるんですか？そうですね、ボード買いました、うん、その時に。ボード買って練習して。そうです。今が一番ダーツ調子いいの？いや、もうずっと停滞してますね。もういくつぐらいのレーティングでいったら？もう8ぐらいしかないですね。お、でも一番なんか、はい、こんな感じ。一番調子いい時はいくつだ？でも一番調子いい時でも A フライってないですね。あ、そうなんだ。もう直前ぐらいで、はいはいはい、ただだってで、もう何です。年半でね、プロになって、すごいちゃんとジャパンプロですね。めっちゃ気になるよな、絶対見てる人は。この子は何者じゃって。え、本音めっちゃ緊張する。会いたいっていう時は、はい、こちらですか？ここに来ればいいですか？そうですね、グリーンカフェにぜひお越しください、はいはい。週どれぐらいで働いてるんですか？週今3日ですか？3日。週3日ぐらいは。平日も週末も？平日メインですね。あ、平日メインで。日は試合だったり、はい、イベントだったり予定が多いので、お、平日メインでいます。はい、はい、なんかツイッターとか見れば、はい、出勤情報は載せております。出てる、グリーンカフェさんのツイッター見ればいいですかね、はいはい、概要欄に貼っておくのでぜひ見てください。ウニちゃんに会いたい方、南越谷ですね、はい、越谷グリーンカフェさんに遊びに来てください。ウニ、はい、ちゃんの好きなもの？食べ物とかですか？うん、食べ物、何でも。オムライスとハンバーグ好きです。あのお子様ランチ、お子様ランチがね、旗とか立ててね。あ、そう。それが好きです。なるほどね、テンション上がる感じでね。エビフライとかの好きなの。あー、いいね。めっちゃテンション上がります。タルタル？タルタルですね。あー、かってね。なるほどね。好きです。かわいいな、普通にかわいいな。じゃあ逆に嫌いなもの。嫌いなもの、ウニです。ウニ。あ、なにそれ、海鮮がダメです。ウニちゃんっていう名前なのに、はい、ウニがダメなの？ダメです。え、海鮮はダメなの？一切ダメ。あの、お寿司とか、うん、生魚が苦手で、はい、マグロも食べれない？食べれない。サーモン食べれない。焼いたら？焼いたらギリギリだけど、めんどくさい、うん、めんどくさい。骨取るのとかめんどくさい。いや、そんなに焼き魚は好きじゃない。あ、まだ若いからね、これからもしかしたらウニ嫌い、美味しくないって言ったら確かに美味しくないけど。美味しくないですか？ウニは得意ですか？そう、何も嫌いなものないんで。すごい羨ましい。本当なんもない、何でも持ってきてください。美味しく食べます。ウニちゃんの由来は？由来、あ、ウニの由来こそ、最初ダーツを始める時って、うん、ダーツライブカード作るじゃないですか。あ、はいはい、そのライブカードの名前を、うん、最初全然プロとか取る気なかったので、ニックネームみたいなのつけようって時に、うんうんうん、好きな食べ物とかでいいんじゃないって言われた時に、お子様ランチって名前もあれだし、ハンバーグってなんかちょっとあれだなと思って、はいはい、たまたまいた人に、あ、じゃあ嫌いな食べ物はって言った時に、うん、あのウニが嫌いですって言ったら、はい、あ、じゃあウニでいいじゃんってなっちゃって、はいはい、ウニですってあの言ったら、食べ物の名前で呼ばれるのどうなのみたいに言われて、うん、何も思わないからいいんですけど、なんかそう嫌な気分にならないのが、はい、ウニちゃんでいいんじゃないと思って、はいはい、由来がウニになりました。いつかじゃあ好きになれるといいね。そうです、好きになったらちょっと大人だなって成長したなって思って。そしたら本物のウニちゃんになる。高級なね、高級なウニになれるかな。そうだね、今はまだ、はい、あの、まあいいや。あ、じゃあそう、あれ今、え、大学生？今フリーターです。フリーター、はい、フリーターなんだ。高校を卒業して、はい、ダーツ専念して、そうですね、でグリーンカフェさんで働きながら、はい、他にも仕事も、はい、掛け持ちでアルバイトの方をしていて、はいはい、ちょこっと
うん、あとイベントでしたりとかで、はい、じゃあイベントを呼びたいよって言ったら、あのもうぜひ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 。イベントの場合はどうしたらいいんですか？あ、イベントの場合は、うん、基本ツイッターの DM で、インスタグラムの DM だったりで、はいはいはい、じゃあうにちゃんのインスタとツイッターも概要欄に貼っておきますので、うにちゃんに会いたいなって思う方いらっしゃればぜひイベントのオファーをお願いします。お願いします。はい。